はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、安でございます。白血病と病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。でそして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。あとそしてね、よりたくさんの方々に献血骨髄バンクを知ってもらうために、皆様にもやっていただきたいものすごく簡単なことがあります。それはグッドボタンとチャンネル登録を押してもらうことです。それをするだけで、あとは YouTube を運営している Google にある AI がよりたくさんの方々にこのやっすーのチャンネルを勝手に表示してくれます。ものすごく簡単な方法なので、ぜひよろしくお願いします。はい、先日ですね、動画で血液の中の赤血球、白血球、血小板、リンパ球に混じって未熟な芽球が 20% 混じってたらいけないというお話をしました。芽球というのは造血幹細胞が、細胞分裂によって新しい細胞になって生まれたものです。それがまたさらに細胞分裂によって赤血球、白血球、血小板、リンパ球に、成長していきます。そんな成長過程にある芽球が成長しきれずに未成熟のまま、今まで正常に流れている末梢血である、ね、何回も言いますけど赤血球、白血球、血小板、リンパ球に混じってしまうということは、体中の各臓器、各筋肉に正常なタンパク質や酸素や栄養を運べないという状態になるという、これまた生命を脅かす緊急事態であるとお話をしましたね。そのお話の中に 20% という言葉が出てきましたね。でそもそもパーセントってどう数えるのって思いません？まあ、今回の芽球に関係なく、他の採血もすれば、この時代ならではこそ、まあ、献血の、血液中のありとあらゆる細胞の数が、パーセントがですよ、待ち時間約1時間ほどで数値化できるわけですよ。ほんまにどうやって数えるんでしょうかね。謎なんですけども、まあ、また調べておきますけどもね。まあ、でも僕が知ってる情報としましては、まあ、僕は実際に先生に聞いた数え方があるんですけどもね。それはこの腕とか足とかからでの採血ではなくて、骨髄穿刺でした。腰からね、僕は腰からやったんですけども、まあ、骨髄穿刺とはね、まあ、あの骨髄検査をする時の、まあ、一つの方法なんですけども、ね、胸骨、まあ、もしくは腰にあるね、先ほど言った腰にある腰骨と腸骨か、腸骨に針を刺します。で骨の中にある骨髄組織を取る検査でございます。でそれの方法としまして、また2つあるんですけども、穿刺吸引法と針生検法というのがあります。穿刺吸引法というのは、まあ、胸骨もしくは腸骨から注射器でね、針を刺して、注射器で骨の中の骨髄組織を吸引する方法でございます。それを骨髄穿刺と言います。で針生検法ではですね、腸骨に太めの針を刺して、骨髄組織をですね、針の中に捉えて、まあ、捕まえて一部を採取します。まあ、両方とも針を刺して抽出したりする方法なんですけども、まあ、そしてそんな骨髄組織を数える方法がですね、採取した骨髄をですね、スライドガラスの上に薄く広げて染色した後、染色するんですよ、骨髄をね。で骨髄液をね、骨髄液を染色した後に顕微鏡で観察します。これによって造血機能や血液疾患の原因、さらに腫瘍細胞の、ね、あるかないかというのがね、明確になるため、血液疾患の診断や治療法の選択、治療効果の判断において重要な検査の方法なんですっていうやり方ですね。え、スライドガラスの上に置くんですよ。で顕微鏡で肉眼で見るんですって。すごいですよね、アナログ感満載みたいな感じですけども。
まあ、話を牙球のパーセントに戻しまして、まあ、先ほども申し上げましたけども、採血をした血液細胞を数えるなどパーセントを調べる方法は僕は調べてないので、まあ、知らないんですけども、まあ、数えてくれてる人がいたとしましょう。そして数え終わった結果が、まあ、通常の人よりも、まあ、異常値であればですね、まあ、普通の正常値よりも異常値であればですね、まあ、緊急事態ということで、緊急事態ですよと採血したところの病院の先生に電話がかかってくるんです。先生、この前の患者さん、末梢血に牙球おまっせ。いや、おまっせと言ったことか知らないんですけども、まあ、おまっせっていうのは大阪弁で、まあ、いてますよとか、そこにありますとかってね、使われる表現ですね。で、そして僕にも電話がかかってきたんです。僕が2回目に行った採血をしてもらった病院、まあ、家の近くにあるね、町の人たちが通いに通う病院からですね、僕、仕事中にね、僕の携帯電話に電話がかかってきたんです。最初はそこの病院の、まあ、事務員さんかな、看護師さんですかね、まあ、お電話口の方は女性でした。あ、もしもし、〇〇クリニックのなんとかと申します。血液検査の結果が出ました。急を要しますので、本日ご来院していただきたいんですけども、電話かかってきたんですよ。まあ、僕としてはね、仕事中やし、仕事やし、無理やし、仕事終わってから行っても病院閉まってるから無理やって、ってまあ伝えたらですね、ちょっと待ってと言われまして、で先生に代わられてました、電話をね。あ、もしもし、〇〇クリニックの〇〇です。安さん、白血病も考えなきませんわ。命に関わるんで、今日今すぐにでも来てもらえませんってね、まあ、優しく落ち着いた口調でね、はっきり言われましたよ。いや、ビビった、焦った。いや、怖かったですよ、ほんまに。ほんで、僕が働いている美容室のオーナーにですね、こんな電話がありました、と言ったら、いや、すぐに行きなさい。今すぐに行きなさい。もう帰っていいから。ってね、心よく許可をしてくれましたので、まあ、すぐに病院に行きました。でそしてその時も先生にね、牙球っていうのが出てるからね、これは非常に危険な状態です、白血病患者さんに多く見られる血液細胞の状態です、まあ安さんはお若いからインターネットを使ってよくお調べされるでしょうから、ご自身でもこの牙球をよく調べてみてくださいと説明を受けました。調べましたよね。当時はさっぱり分かりませんでした。まあ何のこっちゃ分からんかったしね、ほんまにね。今でも難しいんですけどね、ほんまに体のことなので、これからも少しずつでも知識として勉強していきます。でもすごいですよね、血液ってね、 100% 中 90% は水分やのに、これ残りの 10% という少ない人数だけでですよ、体中で、こう体の中でですね、生命を維持するための仕事をしてくれてるんです。そりゃね、そんな少人数でやってる中、牙球と呼ばれてるような邪魔が入れば、まあ、仕事にならないですよね。そんな感じでした。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンのチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。